今日も2時間ぐらいやろうと思ってます。みっちり汗かくんでよろしくお願いします。寒い。今日めちゃめちゃ寒いよ。みんな風邪ひかないようにね。あ、こんばんは。どうも。こんばんは。おい、だね。2時間ぐらいだからトレーニング。はいよ。おい、猫さんいらっしゃい。あざつー。今日もやりましょう。のんたん今通ったじゃん。今日はトレーニングです。別にどうもなってないよ。仲良しですよ。仲直り、喧嘩してないよ。のんたんと喧嘩したこと一回もないもん。おお、つばちゃんいらっしゃい。リスワンおめでとう。トレーニングです。今から。最近あれだね、若手がガンガン攻めてきてるね。俺まだリスワン取ってねえんだよな今月。おめでとう。頑張ってたね、朝から晩までずっと。リスマン取ろうっていう気持ちが伝わってきたよ。いいことだ。一緒に配信盛り上げようね。ヒゲだけ誰でも似るだろう、そんなもん。山田孝之でも頬のヒゲかっこいいけどね、すごく濃くて。別れるは本気で言ってたよ、のんたん。うん、仕事やってるよ。うん、ただ初対面の人にお前っていう言い方は失礼じゃないかな。日が暮れちゃう。でも、まあ、いつも夜だもん。トレーニングやってんの。しょうがないよ。仕事終わりの時間だから。いつも真っ暗だよね、俺が練習してる時間帯。
いつものことだから。おう、ハートプレゼントありがとう、レクシー。うん、いや、俺あの日は狙ってないから。あの日は狙ってないです。狙ってる日は5000近く行くんで。最高8000に届かないぐらいかな。ここ新宿だよ。新宿。西新宿ですね。なかなかね、ふわっちで綺麗なコントだったよね。生主らしい、ニコ生っぽい放送だったよね。あんな、俺も、朝タイムシフトのコメントだけ見たけど、コメントで吹いたもん。あれ盛り上がったよね。閲覧アクティブ300。あの夜中の3時とかでアクティブ300はすげえよな。あれは面白かったよね。よっさんはだってね、レジェンドだからね。ふわっちのトップアクティブ更新したからね。のんたんはね、昔からニコ玉見てるから、もう配信見始めて8年ぐらい経ってるからさ、要はどういう返しをしたら面白いっていうのはもう分かってるんだよ。あいつ生主のセンスあるんじゃねえかって思ったもん。すげえ面白かったよね。よくできたドラマだったよね。振りに全部答えたもんね。いや、髪の毛増えてない、伸びただけだよ。全然ハゲだよ、ほら。伸びただけ。俺別にハゲ気にしてないかんね。はっきり言うと。もうね、悩んでたのはね、いくつまでぐらいかな。22の時に諦めたよね。かっこいいハゲになろうっていう風に決めた。マリアンさんこんばんは。俺はかっこいいハゲになる決意をしたから、まあ、ハゲで悩むのやめようって。うん。俺全然坊主とか髪型にはあんまこだわりないね。うん。モヒカンとかね、なんでも、なんでもやるよ。はい、ワドツー、今日もトレーニングみんなよろしくお願いします。いつものスペースに来ました。おなじみ、毎度おなじみ。映像問題ない？映像綺麗？今日も大丈夫？オッケー。画質いい？そっか。音は？音も画質もこれでオッケー？今日。オルゴさんてるジャンピンに負けたらモヒカンだ。俺だから普段からプライベートでモヒカンだったから、モヒカンは罰ゲームにならないよ。言っとくけど。大丈夫。ウェービングは多分使わないね。キックがあるから、あんまり、
やらないと思う。パリングは対応すると思うけど。スマシャンさん頑張ってください。頑張るね、ありがとう。ありがとう、コメント。できればね、ロムセンさんも、ロムセンさんもね、挨拶と出るとき、入るときと出るときだけでも挨拶してもらえると嬉しいっすね。あ、今日、女の人多いなとか、男の人多いなとかわかるからさ、できれば、ワドツーって言って、が落ちるわ、のしーって。はい、どうもどうも。よろしくお願いします。入るときと出るときだけでも挨拶してもらえるとすごく助かります。ビギラゴンさん、バーガーありがとう。ビギラゴンさん、ぼやけるね。ぼやけるね。これね、カメラが良くないんだよ。マイクロソフトのカメラなんだよ。ぼやけてるね。ちょっと待って。このカメラちょっと良くないね。合わない。そうそうそう、ピント要はね、性能が良くないんだよ、あんまり。マイクロソフトで発売されてる中では最高級のカメラなんだけど、5800円かな。一応試しに買ってみたんだけど良くなかったね。だからスタン直った。だからサブカメラなんだよ、メインカメラ壊れちゃってさ。おじいさん今あった。まずはロードワークから行きますか。ピントアウトめっちゃ綺麗。これね、そこまでいいカメラじゃないよ、言うほど。はい、ワド2。そこまで言うほど。オッケー。じゃあ16分から走ります。応援よろしくお願いします。今日も行きます。16分から走り始めます。よし、カブニートさん、ワコツ。はい、ワコツ、カブニートいらっしゃい。楽しんでってね。あれ、サムネ変えた。またおー、ケニーさんいらっしゃい。
いや、ウェイトはもう絞る、80キロだから、身長170の、じゃあ行ってくるわ。今ね、170センチでね、ウェイト80だから重すぎるぐらいだね。うん。おー、アイラいらっしゃい。岸辺四郎みたい。
あいら昔から友達だもん。うん、ボクシング始めたんじゃなくて試合に出るんだよ。トントロさんいらっしゃい。ETMD さん、こんにちは。ボクシング始めたの？うん、ボクシング始めたわけじゃないよ。格闘技の試合に出るんです。シャドウはね、ランニングとストレッチ終わったらやるから、あと、そうだな、30分後ぐらいかな。うん、ベギラゴン今通ったの？どこ？本当に言ってんの？本当に言ってんの？ベギラゴン通ったの？マジで？
冗談か。マジか。そうだね、もう日が落ちる時間だからね。嫌いですね、有酸素運動は。おっさんだもんだって。32だよ、もう今年。あと5分、あと5分。
も頑張ってるとは思うわ。走るのは辛い。ね、運動するのはね、生まれて初めてぐらいです。いいね。3ラウンドですね。試合は3ラウンド、3分3ラウンドなんで、毎日10ラウンドやってます。あと2分、あと2分。足いて。でもあれですよ、ど素人なんで本当に恥ずかしいんで、期待しないでください。あと1分。ロードワーク終わりです。そう、前のエサか？何それ。
はい、若津 DJ いらっしゃい。ET-MD さん、誰と戦うの？テルチャンピンですね。24歳の若い子です。ゆいがさんはこの大会逃げました。ゴルゴさんはどつ？はい、ゴルゴいらっしゃい。ゆいがさんは逃げました。この企画の発端ゆいがさんなんですけどね、本当は。相手は格闘技は全然経験ないんですけど、まあ、喧嘩慣れしてて24歳で、で、サッカーずっとやってたんですよ。で、J リーグとかになんかスカウト来るとかなんとかとか。だから運動神経は抜群ですね。僕はもう全然キャリア、格闘技の経験も運動のキャリアもなくて、31歳なんで、もう、勝ってるのは体重だけです。ボクシングです、
キックボクシング、ボクシング全然違うからね。全然違いますね。初見さんいらっしゃい、おともさん。よろしくお願いします。ワドウです。面白かったらフォローしていってください。よろしくお願いします。おたまさん初見です。おたまさん差し伏せと。そうだね、ムエタイルールですね。痛いっすよね。痛いっつーか倒れますよね。カットするしね、それね。俺の親父があのキックボクサーだったんですよ、プロの。まさか息子がまさか息子がこんなことやるとは思ってないんじゃないですか。グローブハンデはなしか、グローブハンデっていうのがよくわかんないですね。でも16オンスですよ。でもお互い素人だし、てか全員素人だよ、ほぼ。シャドーボクシング、ちょっと待ってね、ストレッチで終わってからね。すみません、準備運動をしっかりしないと体壊しちゃうんで。素人同士は結構危ない。そうだよね。素人やったらダメなルール。うん。16なんだ。パッチは倒れないね。そうっすね。16だったらありえないっすね。
かっこよくないですよ。かっこよくないですよ、全然。素人のシャドーボクシングです。私はただ子さんため息うざい。これハンバーガーになる。さん、私、ムエタイやってますけど、肘危ないですよ。ああ、ムエタイやってるんですか。すごいっすね。肘危ないっすよね。僕も危ないと思います。PM みたい？ PM ってなんだろう？ PM がよくわかんないですね。うん。PM ってなんだろう？プライベートメッセージ DM みたいに個人に来てるっていうのがちょっとよくわかんないですね。全員見れてますよ、コメントは。おたまさん、早く貞子のためにシャドウやって。私は貞子さん、バンテージもろくに負けないなら軍手でもしておけ。ああ、そうそう、それを送ると個人メッセージが送れますね。個人メッセージが送れますよ。おはよう、のぎへん。のぎへん、おはよう。パンテージは、なんだろう、もう習慣になっちゃったかな。慣れるために全部何でもつけながら練習しようと思って。練習には必要ないっすよ。たださ、素人だからさ、試合本番でさ、何もかもつけたらさ、どういう風になるのかわかんないからさ、一応、つけるように毎日してますね。全部慣れるため。その話聞いてねえな。生膝っすね。フランス、デリマザ煩悩 CH、サンダレは必要だね。私はただ子さん、縄跳びしておけ。はるかさん、10分の6の試合他の一つ予想だけど大丈夫なの、全国に行かないでね。ヒデさん、こんばんは。はい、わこつ、いらっしゃい。冷やかしでしょ。マジで骨折気をつけて。アンチっていうか冷やかしだよ。でもあれは普通に応援してくれてる人もいるよ、今日新規の人で。なんか変なのが湧いてるね。ほっといていいよ。
私はただこさん格好つけんだ、ドロマ。ダボさん、ただこさんという通りシャドウとかより縄跳び。私はただこさんボディにパンチ入れられてお前倒れて死亡。ダボさん1ラウンド1分かからずに KO できそう。別に舐めてないですよ。キクオリスナーさん、カズミチ選手かっこいいね。ありがとうございます。風船ありがとう。首相撲もありだったりして。首相撲ありますよ。
ザボさん、俺の顔にそのパンチ当てたら10万やってもいいわ。私はただこさん、マウスピースつける意味教えろ。出口アットマーク和道をした。今日は寒いね。あ、違う、音出すの忘れてた。音出すの忘れてた。なんか今日長いなと思った。なんだ今日長いなと思った。音鳴ってた。なんか今日3分やたら長えなみたいで、超えてる。皆さんこんにちは。楽しんでいってください。2ラウンド目いきます。
花火ありがとう。あ、応援する気がない人は見なくて結構です。別に困ってないんで他行ってください。迷惑です。後ろにある木と戦ってみてほしいです。お願いします。ブルーンさん、まあじゃれ合いだから何でもいいけど格闘
言われるのが腹立っただけ。マチルダさんまた来ますね。私はサダコさん1、パッパク1星だ。ジンさんやばいやろわら。私はサダコさん来なくていいよ。ネクチアットマークカズミチをしたんへ。ネクチアットマークカズミチをしたんみんなに。BQMD さん便所太郎の格闘技イベントかな。ヤリ太郎さんボコボコ。みんなこんばんは。応援ありがとう。応援ありがとう。今3ラウンド終わったところです。こんばんは。楽しんでて。こんばんは。今3ラウンド終わったところですね。いい扱いだ。風船ありがとう。風船ありがとう。そう、動き良くなってるかな。あんまり実感湧かないかな。一生懸命やるだけだよ。うん。私はただこさんあれなんかニーズ外した。いや、疲れるね。やっぱね、3ラウンドね、素人だとね、大変だよ。カエルさんファイト。うん、頑張るよ。疲れるわ、ほんと大変だね。おたまさんマウスピース外しても喋り方変わらない。ヤリ太郎さんハートの目の笑顔、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 ハートの目の笑顔。風船ありがとう、犬さん。体重落とさないとなと思って、ちょっと増やしすぎてるんで、体重は落とさないとなと思ってますね。カブニートいらっしゃい。痩せてはないよ。体重今80キロだから、人生で一番体重増えてる段階。うん。髭は剃らないっすね。奥歯3キロ。痩せてないよ。体重80キロ今。100キロまで増やそうと思ったんだけどね。いやもうさすがに100キロじゃ動けねえわ。俺の身長じゃ。おたまさん乳首すごい立ってる。俺乳首ビンビンねえ、いつも。首だけは一丁前だから。カッチンさん、どれくらいまで落とすの？ゼロさんしまったように見える。どれくらいまで？わかんない。体が動くのでいいと思ってる。あ、ノンさんにも言われた。体重は増えてるけど、腹は引っ込んでるって言われた。筋肉の量が増えてんのかな？もともとね、筋肉全くなくてブヨブヨだからさ。
テたいとか思ったことない。女に困ったことないもん。よし、ヒヤスさんいつもありがとうございます。頑張ります。勝つ気満々、負ける気はないね。うん、負ける気はないです。ありがとうございます。ヒヤスさんありがとうございます。あざーす。5ラウンド目行こうか。花火ありがとうございます。頑張ります。ありがとう、さつにきさん、ありがとう。頑張るね。おい、ワンツー、おなすさんいらっしゃい。5ラウンド目いきます。
みーすけさん、風船ありがとうございます。風船ありがとう。あざーす。ありがとう。あざーす。うわー、腰痛いてきよ。マジ腰痛い今日。バガーありがとう。カエルさんバガーありがとう。頑張ります。ありがとう。6ラウンド目いきま。6ラウンド目です。
ありがとう。ありがとう。今日左の腰が痛いね。うん。今日は左の腰がちょっと痛いです。今日バッテリーの減り早いな。もう10パーか。あと1ラウンドで終わりにしようか。今日は。ボクサーじゃないよ。俺ボクサーじゃない。うめえなタバコ。やっぱ運動した後のタバコが一番うまいね。最高。マジうまい。
おい、椿さん、バカありがとう。いらっしゃい。楽しんでて。充電切れるかも。多分あと1ラウンド持つと思うけど。もう1ラウンドっすね。何進かありまして、いらっしゃい。今6ラウンドやった感じかな。よっしゃ、行くか。じゃあ最終ラウンド行きまー。頑張るよ。いつも応援ありがとうね。みんないつも応援ありがとう。どこでやってんの？新宿中央公園。バッテリー落ちたらごめんね。今日充電減り早いな。なんだろう。じゃあ行くか。
お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。